緒に乗って帰る。一緒に乗って帰る。新しい任天堂 DS みたいな。失礼します。よろしくお願いします。映ってます？映ってます。いや、おかしいし俺を映すのは誰も重要ないでしょ。あります。おかして見せて、はい、お願いします。違います。おかす。マスクして、しゃべマスクして。あ、はい、すいません。この頃どうですか、このキャンプは。そうそう、岡野さんとキャッチボールやってからすごい球が良くなったと思います。どうですか、岡野さん。いや、そうですね、やっぱヒロト君は、まあ、素材が違うんで、やっぱりいいボールは多いんですけど、はいはい、まあ、この頃ちょっと鼻が伸びすぎちゃってて、伸びてない、一回もそんなことない。やっぱそういう教育もしっかりした方がいいのかなっていうのはすごい思うんですよね。お母さんはやっぱ怖いですよ。前田健太選手がツイートした件をすごいニコニコして朝から見ましたっていう。あ、アピールあったんですか。アピールあったんですよ。まあ自分もちゃんと見てはいたんですけど、見ましたって、みたいなのからもう世界が見えてる。いけないです。いいっす。まずは日本でお願いします。そんなさ、岡田さん、ひどいよ。じゃあなんかこのキャンプで一番記憶に残っていることは何ですか。今途中まで来ましたけど、やっぱり紅白戦ですか。いや、そんなことないですよ。今日の岡野さんのキャッチボールのボールですね。おかしいでしょ。誰も見てなかったですか、キャッチボール岡野さん。誰もそんなもん。どういう感じだったんですか。どういう印象の残り。なんかいつも胸にしか来ないんですよ、キャッチボール。そんなことはない。いや、本当にもう本当の胸なんですけど、今日やばいっす。っていうか、僕の3人横ぐらいの人に向かって投げましたよ、1球。ちょっとひどかった。で、僕は、はぁみたいな。どこ投げてんすかって感じです。やっぱ、ただ抜けただけなんですけどね、ちょっとボールが、ちょっと乾燥してて滑っちゃっただけなんですけど。かなりいじられてますね。そうなんですよ、ちょっと、8個差 ?9 個差を、もうなんか友達かのように、やっぱり。違います、先輩ですよ、大先輩です。やっぱこの世界、やっぱ実力が全てっていうのはすごい自分では分かっていることなんですけど、やっぱ柳京田はもう神様のように、もう、あ、柳さん、京田さんってペコペコしてるんですけど、自分同い年なんですけど、自分なんか友達かのようにって言うじゃないですか。同い年じゃないです。同い年です。同い年なの。違います。同い年です。違うんです。僕の2つ上ぐらいです、岡田さんは。違うでしょ、もう今年28歳なんで。どうしてこんなに仲良くなったんですか、2人は。どのタイミングぐらいですか。ホーム開幕戦を含むオープニングシリーズでバンテリンドーム人工芝付きチケットを数量限定で販売します。これがプレゼントされるんですか。プラス500円ぐらいですかね、チケットに上乗せで特別チケットになります。あ、これがもらえるんですね。はい、これはこんなの、はい、思い出としてますか。思い出ですか。まあ試合で打たれて、次の日にピッチャーの練習のストレッチの時も落ち込みながら、こうやってこうやってやってました。むしってました。むしってました。むしれないけどむしってました。そこで落ち着けてたということです。
ついてたっていうか、なんかやり場のない気持ちを芝生にぶつけてました。じゃあもしかしたらこのチケットを買われて、はい、あのもらったファンの方は柳投手が触ってた芝が手に届くかもしれないですね、場所によっては。そうですね、まあでもそこにはこう僕の悲しい気持ちが詰まっているので、なんとかその芝生たちをこれから、はい、幸せにしてやってください、はい、あのもしこれあの、はい、お家に持って帰るとしたらどう使いますか、柳選手は。まあここにゴルフボールを置いてこういう角度で入れたいですね、打ちっぱなしのこういう感じでこういう感じでいきたいです使い方それぞれですね、はい、そうですね、はい。ぜひお買い求めください。どうしてこんなに仲良くなったんですか、2人は。 どのタイミングぐらいですか。あ、まあ、でも去年自分もファームにいることがだいぶ長くて、その時に、まあ、あんまり最初の方ね、あんま結果が残ってはなかったんですね、150何キロ投げてても。それですごい一人で勝手に落ち込んで、もうダメかもしれないみたいな、変に落ち込み癖があり一時期は本当に150キロ投げているのに、あの柳みたいに精密機械になろうとチャレンジもし、それでまあ慣れてもちろんないんですけど、それ違くないっていう話だとか。そうですね、やっぱり岡野さんが話を聞かないとこもよくあるんで、岡野さんあれなんて言ってたのとか、練習メニューとかを、いやそんな話じゃないでしょ練習メニューとかほとんど知らないんですよ、岡野さん。だから僕にほとんど聞いてくるんですよ明日何時集合とかほとんど知らないですからね、岡野さん。ちゃんと確認、確認はしない、確認で違う、コミュニケーションの一つでやってるんですよね。ちょっと気づかないですよね。帰り名古屋球場のホワイトボード見て何時集合ねって確認して帰るんですよ、皆さん。確認しずに帰りますからねでも必ず LINE は入れてくれるんで、何時ですからねってちょっと怒り気味に違う、それ1回や2回じゃないです、ほぼ毎日です、あの名古屋球場にいるとき。まあそんなことしてるうちにこうやって、まあ仲いいのか分かんないですけど。違うんですよ、最近は待つきもんなんですよね。そうなんです、この高橋宏とかこういう感じなんで、松木平とか、あと誰だろうね、上田その同級生らへんがなんかちょっとなんかいい波乗ってきましたね。いや、それこそ柳とかは本当にね、神様みたいな感じなんですけど、おかしいんですよ逆にこう、広田さんは岡田さんどういうとこ好きなんですか。どういうとこ全部好きっすよ岡田さんが大好きなんですよ。だからみんなに岡田さんの良さを知ってほしいと思って、いい人だよって言うんですよ。でも松木浦が本当に最近いい波に乗ってきてくれてるなと感じてます、そんな波誰もいらないの。そんな違うです、岡野さんは話しかけられないと喋ってくれないんですよ。岡野さん自身もなんかこう人見知りだってご自身でおっしゃってましたけど、人見知り、後輩に来られることってどうなんですか。いや、まあそっちの方が自分はありがたいのはありがたいですね、やっぱ喋れないんで。ただちょっとそうですね、あの踏み込みすぎですね、彼は。違う、親しい中にもっていうのは彼はないようなんで。ありますよ、親しい中にも礼儀ありっすよ、僕は。挨拶はちゃんとしますし、あのそれはメイン球場にいる時だけは挨拶はするんですサブグラウンドでは一切しないです。いや、しますよ、人の目を気にしてる子なんで。やっぱしてます。そういう教育もちゃんと、はい、野球以外の面をしっかり教育していきたいと思います。僕もしっかりと岡野さん教育していきたいと思います。おかしいでしょおかしいでしょありがとうございます。ぴったしつきましたね。頑張ります。頑張ります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。またよろしくお願いします。お願いします。本当にありがとうございました。毎日です。お疲れ様です。お疲れ様でした。カメラ映ってるところだけど。ありがとうございました。
YouTube。OK。フォト？ビデオ。ビデオ？何語で喋る？これスペイン語です。ペラペラなんで。まあ、スペイン語。いや、不思議ビディンできれビディで。のチャンスのチャンス。え？え？